民数記第21章。時にネゲブに住んでいたカナン人アラデの王は、イスラエルがアタリムの道を通ってくると聞いて、イスラエルを攻撃し、そのうちの数人を捕虜にした。そこでイスラエルは主に誓いを立てていった。もしあなたがこの民を私の手に渡してくださるならば、私はその町々をことごとく滅ぼしましょう。主はイスラエルの言葉を聞き入れ、カナン人を渡されたので、イスラエルはそのカナン人とその町々とことごとく滅ぼした。それでそのところの名はホルマと呼ばれた。民はホル山から進み、紅海の道を通ってエドムの地を回ろうとしたが、民はその道に耐え難くなった。民は神とモーセとに向かい、つぶやいていった。あなた方はなぜ私たちをエジプトから導き上って、荒野で死なせようとするのですか。ここには食物もなく、水もありません。私たちはこの粗悪な食物は嫌になりました。そこで主は火の蛇を民のうちに送られた。蛇は民を噛んだので、イスラエルの民のうち多くの者が死んだ。民はモーセのもとに行って言った。私たちは主に向かい、またあなたに向かい、つぶやいて罪を犯しました。どうぞ蛇を私たちから取り去られるように主に祈ってください。モーセは民のために祈った。そこで主はモーセに言われた。火の蛇を作って、それを竿の上にかけなさい。すべての噛まれたものが仰いで、それを見るならば生きるであろう。モーセは青銅で一つの聖火を作り、それを竿の上にかけておいた。すべて蛇に噛まれたものはその青銅の蛇を仰いで見て生きた。イスラエルの人々は道を進んでオボテに宿営した。またオボテから進んで東の方、モアブの前にある荒野において、イエア・バリムに宿営した。またそこから進んでゼレデの谷に宿営し、さらにそこから進んでアルノン川の彼方に宿営した。アルノン川はアモリ人の境から伸び広がる荒野を流れるもので、モアブとアモリ人との間にあって、モアブの境を成していた。それゆえに死の戦いの主にこう言われている。スパノイ和平はアルノンの谷であり、谷谷の斜面、アルの町まで傾き、モアブの境に寄りかかる。彼らはそこからベールへ進んでいった。そこは主がモーセに向かって、民を集めよう、私は彼らに水を与えるであろうと言われた井戸である。その時イスラエルはこの歌を歌った。井戸の水よ湧き上がれ、人々よこの井戸のために歌え。尺と杖とを持って司たちがこの井戸を掘り、民の長たちがこれを掘った。そして彼らは荒野からマッタナに進み、マッタナからナハリエルに、ナハリエルからバモテに、バモテからモアブの野にある谷に行き、荒野を見下ろすピスガの頂に着いた。ここでイスラエルはアモリ人の王シホンに使者を使わして言わせた。私にあなたの国を通らせてください。私たちは畑にもブドウ畑にも入りません。また井戸の水も飲みません。私たちはあなたの領地を通り過ぎるまで、ただ王の王子を通ります。しかしシホンはイスラエルに自分の領地を通ることを許さなかった。そしてシホンは民をことごとく集め、荒野に出てイスラエルを攻めようとし、ヤハズに来てイスラエルと戦った。イスラエルは刃で彼を打ち破り、アルノンからヤボクまで彼の地を占領し、アンモン人の境に及んだ。ヤゼルはアンモン人の境だからである。こうしてイスラエルはこれらの町々をことごとく取った。そしてイスラエルは
アモリ人のすべての町々に住み、ヘシボンとそれに付属するすべての村々にいた。ヘシボンはアモリ人の王シホンの都であって、シホンはモアブの以前の王と戦って、彼の地をアルノンまでことごとくその手から奪い取ったのである。それゆえに歌に歌われている。人々よ、ヘシボンに来たれ。シホンの町を築き立てよ。ヘシボンから火が燃え出し、シホンの都から炎が出て、モアブのアルを焼き尽くし、アルノンの高地の君たちを滅ぼしたからだ。モアブよ、お前は災いなるかな。ケモシの民よ、お前は滅ぼされるであろう。彼は息子らを逃げ去らせ、娘らをアモリ人の王シホンの捕虜とならせた。彼らの子らは滅び去った。ヘシボンからデボンまで我々は荒らした。火はついてメデバに及んだ。こうしてイスラエルはアモリ人の地に住んだが、モーセはまた人を遣わしてミヤゼルを探らせ、ついにその村々を取って、そこにいたアモリ人を追い出し、転じてバシャンの道に登っていったが、バシャンの王オグはその民をことごとく引き、エデレイで戦おうとして出迎えた。主はモーセに言われた。彼を恐れてはならない。私は彼とその民とその地とをことごとくあなたの手に渡す。あなたはヘシボンに住んでいたアモリ人の王シホンにしたように彼にもするであろう。そこで彼とその子とすべての民と一人残らず撃ち殺して、その地を占領した。